おはようございます。本日もご視聴ありがとうございます。彼女は弊社で一番腰の低いギャル服店長。本日のリカーコアはこちらです。グラデーションチビニットティー。珍しくメガネですね。はい、クランという形でかしこまりました。今回も好きな方だけお付き合いください。地にとらわれない、形にとらわれないリカーコアということで、インテリジェンクでやらせてもらってます。ありがとうございます。これをかけてちょっと狭まった視界でも広く見れるという。ちょっともういいですか。とてつもなく人気でございます。サマーニット生地になってるので汗じみとかも気にならない。 T シャツのグレーとか着る方とかはちょっとみたいになる方もいるんで、そういう方にはめっちゃいいかなと。あとまあ T シャツじゃなくちょっとサマーニットってところがなんかやるやんみたいな感じの目線を向けてもらえるかと思います。ピンクでいきます。ピンクなんだ。ピンクコアでいきたいと思います、はい、ピンクコア。はい、またまたレース買っちゃいます。レースコアなんで。レースコア。いくつのコア持ってるんですか。やっぱコアリカコア、リカコア。ちょっとやめてください。邪魔したみたいな言い方して。ちょっと最近大人コアにハマってるので。大人コア、はい、お願いします。はい、着替えてます。終わります。まあ見れば分かる通りピンクとブラックでまとめてみました。今回のレース使いはボスっぽい雰囲気だなと思ったんですけど、はい、珍しいですねこの感じ。最近ちょっとこういうのにもハマっちゃって、ゴスリン、ゴスコアしようかなっていう。最初泣き落としたっすか。ゴスリン。そういう時もあります。なんか後ろのクマちゃん、はい、共に生きようクマです。え、それ商品名なんですか。違います。共に生きようクマ、はい、うん、まあ、クマはそう思ってるかわかんないですけどね。だってなんか一人じゃ寂しい時とかあるじゃないですか。人間誰しもネガティブになってしまう時、そんな時にこのクマちゃんがいればこの子が持ってあげるって言ってるんで。あ、しかもこれ収納力もあるんで。みかこさん何入れますこの中に。タバコ。いやガチや。私はここに何も入れません。ストリートっぽい感じとかギャルっぽい感じで買われるお客様が多いんですけど、私だったらこうリカーコアしたいなっていうのでやってみました。タラララッタラーイ、リカーコア。